スマートフォンアプリエプソンスマートパネルからスキャンする方法をご紹介します。スキャンデータをスマートフォンに保存でき、編集も行えます。はじめに原稿をセットします。スキャン設定画面で各項目を設定します。今回は原稿の向きを自動回転にしてスキャンします。これによりバラバラの向きでスキャンしても自動で正しい向きに回転されたデータを保存できます。スタートボタンを押すとスキャンが開始します。スキャンが終了するとデータの編集画面に移ります。ここではスキャンデータを確認しながら画像をトリミングしたり向きを回転したり不要なページを削除したりページの並び替えなどの編集操作が行えます。またデータに不備や不足があるときは左下のスキャンボタンを押すことでその場で追加スキャンも可能です。最後に保存をタップするとあらかじめ指定した保存先へデータが保存されます。エプソンスマートパネルではスマートフォンからスキャンと編集ができるので書類整理も手元でスピーディーに行えます。